ズワのこんにちは。怒り浸透タブテラスカでございます。俺は今怒っている。本当に 2,3 年に1回あるかないかの大激怒いたしましてですね。ただまあ YouTube とか SNS 関係でせっかく時間使って見に来てくれてる方々に喜怒哀楽うちの怒と愛というねマイナスの感情を伝えるべきではないってことは分かってるんですよ。ただこのまんまこの怒りを自分の中に溜め続けていたらこの先の人生ね、エアコンっていうものを見るたんびに確実にこの夏のことを思い出させる体にされてしまうということで、そんなことには耐えらんないと。そもそも僕ですね、何かがあったらすぐに動画にしてお届けしてしまうので何の話かと言いますとですね、今年の3月だか4月ぐらいに1回この年で初めて仕事をしますよと友達の紹介で就職するかもしれないっていう動画を上げたと思うんですよ。あれの話ですね。まあその仕事っていうのがここに置いてある動画見てもらえれば分かると思うんですけれども、エアコンクリーニングの仕事なんですよ。ここ数年ね、一気にこう需要が高まってきているっていう、エアコンパカッて開けて内部をプシュって掃除していくっていう仕事なんですけれども、まあその仕事がどういう状況なのかということもですね、まあ、ご報告も兼ねて今回お話しさせていただこうと思いましたけど、まあ、今回の動画非常に長くなります。なので先に結論から申し上げますと、この仕事辞めました。3ヶ月持たなかったね。でこの仕事を紹介してくれたその友達どうなったかと言いますと、音信不通です。多分ブロックされてます。多分だけど嫌われてます。なんでこんな状況になったのかっていう経緯はね、後で詳しくお話しするとして、この動画で皆さんに伝えたいことは、友達から紹介された斡旋されたっていう仕事とかビジネスの話は本当にもうよほど信頼がおける仲間、10年来の付き合いがある相手とかさ、家族ぐるみの付き合いだよっていう人、お互いが納得できる間柄以外のものは引き受けない方がいいです。その友達っていう間柄がね、仕事においていい方向に働くことももちろんあると思うんですよ。ただ僕の場合は今回悪い方向に働いた事例でした。で辞めるって言ったのは僕自身の意思で、俺辞めるわって言ったんですよ。なんでかって言ったら、その理由一言で言うと話が違ったから。まあといってもですね、その別に騙されたとかその法に触れる何かがあったわけではなくて、今回の話で言いますと、僕とその友達お互いに、まあ、価値観というか意見の食い違いがあったんですね。そこがその友達関係がマイナスに働いたっていうことであって、なので今回僕の視点で言いますと、全然とにかく事前に聞いてた条件と実態が違ったし、連絡がとにかくルーズなんですよ。本当にもう 2,3 日音信不通なってこともありますし、長い時は2週間近く連絡がつかなかったんですね、そいつと。で極めつけはですね、お金が払われなかった。3ヶ月間もちょっと持って言えば4ヶ月まともに払われなかったんです。でも別にその期間は、まあ、研修ですけれども僕稼働してましたし、なので Uber Eats ですね、この仕事を始める前の命綱だった配達も減らしてるので、手取り額で言ったら半分近くまで減ってるわけですよ。なのでですね、この3ヶ月4ヶ月の間にもう本当にこれは命の金だと、渡された時に絶対にこれはホイホイ使わない、結婚とか人生の節目、もしくは本当に生き倒れるしかなくなった時に再起のために使おうと思っていたじいちゃんの遺産約50万円がなくなりました。ただ相手視点で言いますと、こいつなら絶対にできると思って声かけた俺が、実際は全然仕事のやる気がなくて進捗遅かったし、思っていた以上に早く辞めちゃったし、なんなら辞める時にめちゃくちゃ強い口調で金要求してきたなっていう風に映ってると思うんですよ。ただだからこれはどっちが悪いって言ったら水かけろになっちゃう。僕からしたら相手が絶対悪いんだけど、相手からしたら俺が予想以上に使えなかったって話だと思うし、だからこれはどっちが悪いとか多分ないと思います。本当にお互いのやる気と意見の食い違いだけ。ただ僕が一番怒ってるのは、最終的にその終わり際が相手のブロックで終わってるんですよ。僕が相手辞めるっていう風に伝えた時に言った言葉は、お前の中にさ、多分だけど友達だからっていう感覚あるんじゃない、お前他の取引先との連絡の時にこんな 2,3 日も連絡がつかなかったりとか2週間も音信不通とかするのかと。多分しないだろうと。ってことはお前の中に、相手が俺だから少しくらい遅れてもいいや、俺相手だからこんくらいでいいやっていう感覚があるんじゃない。だとしたら俺はこの先お前とビジネス関係を続けていける気がしないと。今我慢してもこの先絶対またこういうなーなーなことが起こると思うから、だから続けていけないっていう風に言って辞めることにしたんです。だけどその終わり際もブロックで終わったまんまだし、全然こっちが言ったこと伝わってないじゃん、最後の最後まで。お前他のビジネスとか取引先との関係が終わるときにブロックで済ますのかと。絶対なんかいろんな手続きとか手順を踏んでさ、円満に終わらすでしょ。最後の最後にそこまでんだったら、じゃあお前請求書作って自分で請求しろよ、とりあえず研修だけ払うから、はい払った確認してブロックって感じなんです。そこがほらやっぱり友達だからっていう感じで終わらせてるやん。俺が言ったこと全然伝わってないじゃん。単になんか金だけ要求してくれめんどくさいやつって感覚で終わらしたんだろお前の中では、ってそこが一番ムカつくんですよ。でブロックされてるからこの動画はあいつ絶対見ないし、この言葉も伝わんないんですよ。なんかだからとにかくお前なんで俺が辞めるってなったのか、その理由が分かってないじゃんっていうことすら相手に伝わらない、この状況が一番腹立つんですね。でさらにおまけ程度に付け加えるならば、僕がその研修の時にお世話になっていたのはその別会社の人のところに出向してた形なので、その教えてくれた人たちからしても、あらんだ結局辞めちゃったんだ、なんだやる気あると思ったけど結局その程度か、ふーんすぐ辞めちゃったねっていう風に思われてそうなのも余計嫌なんですよ。
まあ、もちろん仕事もねそんな別に好きじゃなかったよ。ただやるって決めたのは自分だし、やると決めたからにはめっちゃくちゃ勉強もしたの。見てほら、別にこれ見せびらかすもんじゃないんだけど、しっかりとこうね、その研修が休みの日とか早く終わった日なんかは帰ってきて、その日習ったこととか自分で気をつけるところとかを全部買って書いてね覚えてたの。だからこれ始める前は命綱だったウーバーイーツの配達も全部こっちに費やしてるから、手取り額で言ったら本当にこの 3,4 ヶ月以前の半額ぐらいまで減ってんですよ。だから俺からしたら全然事前に聞いてた話と違うし、時間と金だけ持ってかれて何の目にも使わなかったわっていうことを言ってやりたいんだけど、でも相手からしたらこの仕事始めたから時間と金がなくなったってことは言われたくないと言ってたので、だったら払うもん払ってから言ってくんないってことなんですけどね、っていうことがありまして、そんなお話でございました。まあ以上ですね、この動画で皆さんに伝えたいこと、もう教訓にしてほしい。友達から紹介された仕事は本当に信用できて、お互い納得できて、なんか揉めた時には最後の最後まで話し上げる間柄じゃない限りは絶対受けない方がいいですよってこと。あと別にその友達に限らず、紹介された仕事の中でうまい話だけしか言わない時、デメリットを提示しない話の場合は絶対抜けない方がですね、今回僕の場合がそうでしたっていうことですね。まあ、こっから先はどうしてこうなったかっていう詳しい経緯をお話ししますので、まあ、知りたい方だけ続きをご覧ください。ということでですね、事の経緯をお話ししますと、まず今年の1月にですね、そいつから8年ぶりに連絡が来ました。ちなみにこいつはどういう関係かと言いますと、高校の同級生でバンドメンバーの一人だったんですよ。だから結構てか、かなり仲が良かったっていうか親密だった相手で、その声かけてきた第一声が、最近何してるの？ウーバーイーツと YouTube だけ？まあそうだねって言ったら、じゃあさ、仕事の話があるんだけど、本当にこの言い方なの？絶対にお前のためになると思うからさ、話聞いてくんない？そんなんもうネットビジネスじゃないですか。だから俺は言ったんですよ。最初に具体的な話をしてくれとできないんだだったら断るわ。そしたらまあじゃあ長くなるから電話で話したいと。でまあさっきも言ったけれども、全然知らない間柄じゃないし、当時はめちゃくちゃ仲良かった相手で何も知らないやつじゃないから、じゃあ電話で話聞けよって電話してみたらですね、そいつ今会社をやってると。でうちの会社いろんな事業、不動産事業、芸能事業、派遣事業、いろんなものを手掛けていて、今年から新しくクリーニング事業部を作ると。なのでお前にはそのクリーニング事業部の部長をやってくんないかっていう話だったんです。でその内容としてはエアコンクリーニングであって、で具体的な条件としてはまず1つ目、在宅メインだと。やってもらいたいのは人材管理、シフトを作ったりとか、他にやっている派遣事業、芸能事業部の人たちが働ける受け皿としてエアコンクリーニング事業やりたいから、そういったところから人材はお前の下に引っ張っていくから、お前はその人たちを現場に派遣することをしてほしい、だから在宅で済むよって話なの。で2つ目に、最初は現場研修スタート。やっぱり在宅メインで部長とはいえ、エアコンクリーニングの技術とか現場の実情なんかは知っておかなきゃいけないから、最初は研修スタートね。でもそのエアコンクリーニング難しく見えるかもしれないけど、実際めちゃめちゃ簡単で誰でもできる仕事だし、特にお前なんかは高校の頃から知ってるから絶対できるし、どんなにできない人でも20回現場研修に参加すれば一通りのことはマスターできるから、だからお前も20回現場研修行ってねって。で教えてくれるのは、もうすでにエアコンクリーニングで普通に収益いっぱい出してる会社の人と提携してるから、そこの会社に出向する形で研修でついてってね。で終わったらうちの会社に所属して稼働開始ですと。で3つ目に、最終的な目標は在宅だけで月収50万と、まあ、お前が自分で現場に稼働していってもいいし、最初に話した通り、まあ、部長として人材を派遣していったら、お前は最初に稼働してくれた第1号だから、派遣したらその人たちが現場で稼いだ分のうちの何パーセントかをマージンでお前につけるから、まあその割合は後で決めるけどね。だから最終的にお前は在宅だけでも月にうん十万の収益はできるようにするから。で今回のこの事業に関しては当然全部うちの会社がリスクを負うから、お前には金銭的なリスクとか何にもない、強いてデメリットあげるとすればちょっと時間が割かれるくらいかな、言われたんで、俺は電話を切って真剣に考えたの、今回の条件に関して。まず1つ目の在宅見てありがたいですね。そいつが言うには、俺が YouTube とか芸能やりたいことも知ってるから、在宅で働いて空いた時間にしっかりとそういった活動に時間を割けるようにしてやりたいと、だから在宅メインだよ、助かりますね。で2つ目の現場研修スタート、もこれは分かりますよ、確かにそれはそうだなって、何も分からなければ人に教えることなんかできないから。で3つ目の、最終的に在宅だけで月収50万、こんな怪しすぎるだろうと、眉唾もんだろ。でも俺ちゃんとそいつの会社も調べたし、何にもせずに50万じゃないと、最初に現場研修に行って時間使って技術を覚えてってそれなりに苦労もしそうだから、使った時間と苦労を考えたらゆくゆくの目標としてはありなのかな、いけるかは分かんないけど 100% 怪しくもないよな、その相応の苦労はさせられそうだから。でも一番の不安は、年齢30になっても僕ちゃんと働いたことなかったんですよ。バイトとウーバーだけで、あと YouTube と芸能だけなの。そんな俺になんでこんな大役任せるのって、絶対できないし他にいるだろって言ったら、そいつも芸能上がりの人間で、いやお前も分かると思うけど、この業界ってさ、普通にバックレとかさ、敬語使えないとかさ、礼儀がない人がいっぱいいると、知らない間柄とか礼儀がない人間に新しい事業を任せるよりは、同じような環境にいて、でしかも高校の頃から知ってて、お前は礼儀もしっかりあるからお前にやってほしいと、絶対できるから。で僕一回断ったんですよ、辞退したの。絶対できると思えないし、お前エアコンクリーニング誰でもできるって言ってるけど絶対できないだろうと。俺はとんかつ屋さんのバイトしかしたことがないけど、その飲食の世界ですら向き不向きって
あったんですよ。とんかつをあげるっていう行動は人間だから誰でもできるんだけど、じゃあその行動のクオリティがお金をもらってやってる仕事っていうところまでいけるかどうかって全然違うのね。エアコンクリーニングもそうだろって、パカって開けるとかさ、洗うっていう、まあ、行動自体はできるかもしれないけど、じゃあそれが一人で独立して自分一人でお金稼げるクオリティまで持っていけるかって言ったら技術職だから絶対俺向いてないよ機械獣なんてって思って断ったんですよ。でもそいつも食い下がってきて、話だけでも聞いてくんない、新宿でさ社長さんと会う機会があるからそこに来てくれと。でそんでそこで話を聞いて断るんだったら断ってくれてもいいし、言っちゃえば究極バイト感覚でいいと。何回か研修行ってやっぱり会わなければ辞めるでもいいから、途中リタイアもかだからやってみないかって言われて新宿まで話を聞きに行った。でちなみにこの新宿まで話を聞きに行く時の日時とか場所決めでも一回ちょっとねてんやわんやあったんだけど、ということでこの仕事とそいつに関しての第一印象はマイナスからのスタートだったんですよ。で今回のその研修中に関してそいつがめちゃくちゃ口を酸っぱくして言ってたのは、とにかく俺はお前がやりたいように調整していくのが当面の仕事だから、要望があったら逐一言ってきて、そしたら俺はできる限りお前に快適なようにこっちで調整していくから、だからその代わり最初は契約書は巻かないと、最初に雇用条件的な感じで条件でガチガチに縛っちゃったら後からお前にこうしてほしいって言われても改善できない場合もあるし、契約書を確認してもね、その弁護士を間に入れて費用とかもかかるから研修中は条件つけないよ。唯一あるとすれば1現場5000円ですね。でまあ20回前後目安ぐらい、勤務地もお前が行きやすい地域中心でいいから選べるようにしてある。で参加するペースも毎日じゃなくていいよ、週に 2,3 回とかでもいいし、行ける時があったら連絡していくとかでもいいからっていう甘々な条件だったから、じゃあ続けられるか分かんないけどバイト感覚で始めるよって断った上で始めることにしたんです。だからその研修中に思ったことはめちゃくちゃ伝えていって、よこの人ちょっと教えてくれる人めちゃくちゃ苦手だから合わないかもしれないって言ったら変えてくれたし、で一番大事なお金ね、研修費も支払いが決まってないんだったら、俺今 Uber しかやってこなかったから余裕がないから本当にこまめにくれたら助かると、なんなら週払いとかでもありがたいレベルって言ったら分かった。その結果が冒頭に話したこの感じです。言っちゃえば柔軟に対応してくれたとこは対応してくれたんだけど、その代わり最低限決めてほしかった取り決め、週に何回参加するとか、毎週もしくは毎月何日のお金払うよとか、定時連絡はしてほしいしてほしくないとか、そういった業務的な取り決めも何にもなかったので、お金は3ヶ月払われなかったし、もともと頼まれて始めた仕事でやりたくて応募したわけじゃなかったから、ちょっとなあなあなペースで本当に週に2回とか3回ペースでやってたら、もうちょい早くしてくんない、できれば7月には稼働開始したいんだけどに変わっていったし、で勤務地もですね全然近くないの、本当に、ちょっと詳しい住所言ったらあれだけど、俺が今住んでるこの地域からバイクで3時間かかる距離だったりするんですよ。本当に東京のこっからここまでみたいな。でしかもそれ朝8時スタートとか朝9時スタートとかもあるから、本当に朝5時起きとか6時起きなんですよ。それが仕事だから、それが金稼ぐってことだからって言われればそうなんだけど、でも何分も言いますけれども、僕別に自分で仕事をしたいと思って応募したわけじゃない、なんなら頼まれて協力してるよくらいのスタンスだったので、ちょっとこの条件きつすぎない。で極めつけは1現場5000円って聞いたのが 1.5 現場5000円だったの。ってことは20現場行けば10万円だったのが20現場行けば6万円でしょ。ちょっとさすがにこの条件で20現場きついわ。しかも最初に自分で気にしてた通り、エアコンクリーニングの仕事も自分に合わなかったし、我慢して20現場終わらせたんですよ。でやっぱりやめるわ、エアコンクリーニングの仕事も合わないし、お前がこんな感じだからって言ってやめることにした。本当に僕その時しびれも悔しさだし、50万もなくなってたし、ちょっと強めの口調でいい加減にしてくれと、払ってくれという風に言ったら、いや払ったよ確認して、ただ今回のこの事業は全部俺のポケットマネーだと、まだ事業部として稼働開始してないから、なのにその辞めるって決まった途端に金くれ金くれは悲しくなるし、もしお前がこれを仕事と捉えてんだったら辞めた方がいい、お前仕事向いてない、いや最初に仕事って言って紹介してきたのはあなただよ。でしかも何 2,3 日連絡つかないとかさ、何日電話できるって言ってこっちからかけても全然折り返しつかなくて 2,3 日後にごめんって帰ってきたりとかさ、っていうもうこう食い違いでやめますと。本当はもっと細かいことがいっぱいある、もっとあるんですよ。動画用に編集が大変だから自分で、で端折ってこの長さなんですよ。でしかもそいつに捨て台詞的に言われたのが、いやお前俺らの年だぞ、やめるってなってもう一回やりたいのは通じないからな、仕事見つかると思うか簡単に。あとこれ全然関係ないやつ当てれなんだけど、全然雑談してる時に、俺がお前の中で唯一尊敬してるのは、誰も見てない伸びるわけがない YouTube を何年間も続けられる根性があるところすごいと思うって言われたの。本当にこの言い方されたの。まあこれはね、ちょっとムカつきついでのやつ当てれなんであれなんですけど、っていうことですね。
まあまあちょっと金の切れ目は縁の切れ目とはよく言ったもんで、給料の額が少ないのは別にいいんですよ。そいつの言うとおり今研修中で、俺はそいつの会社で何の利益も見出してなかったからもらえるだけありがたかったんだけど、少ない額の割に時間としては普通にフルコミットで現場に1日3現場ずつ稼働してたから、じゃあせめてこっちの要望通り週払いなりさ日払いなりでさ細かくくれと、でこっちのその手元の資金が切れないようにちゃんとしてくれてたら多分我慢して続けることもできてたかもしれない。やっぱりこっちももう30過ぎて Uber Eats とはいえその収入と自分の生活の基盤ができてたものを崩して始めたことなので、いやお前ちょっとこうやって揉めた時にさブロックで終わらせるみたいな、時間とお金が動く仕事の話を相手に持ちかけるっていうのはさ、大なり小なり相手の人生を動かすことにつながるんだから、ちょっとこう揉めた時に最後まで話し合える覚悟が持てないんだったら最初から仕事の話なんかしてくんなよと言ってやりたいんですよ。であとはブロックされる直前に相手に言って届かなかったことなんだけど、もうお前のビジネス上の付き合いとしてはなあなあところがあって続けられないっていうのは分かったから、もうこれ以上その友達としてのお前まで嫌いにならせないでくれと、電話してくれと、折り返し返してくれっていうことを伝えたんだけど、もうそれはもうすでにブロック済みの時に送ったことだったのでもう届いてないんですね。もう俺のその切なる願いも虚しく、もう友達としてのそいつももう嫌いになってしまったので、まあ多分この先の人生で俺とあいつが交わることはないと思うんですけれども、まあ、こんなことがありましたよという動画でございました。なのでですね、今は晴れてまた元通りの Uber Eats と YouTube だけの30歳にしてはね非常に心もとない収入での生活なんですけれども、なのでですね非常に非常に苦しいです今。まあそれは動画で言っても仕方がないことなので、まあ、この先も自分の趣味全開のねチャンネルを運営していきたいと思います。もうすぐチャンネル登録者1000人いけそうなので、まあ頑張って年内かもしくは年明けぐらいにいけたらいいなと思っております。皆さん今後ともより一層の応援お願いいたします。ということでまた次回のエアコンクリーニングでお会いしましょう。バイバイ。